俺は何だ。先の尖ったものはないか。鍵がかかってる。この古いターミナルは本当に気難しいところ。さあ行こう。まあ、礼儀正しく頼んでくれたら洗いざらい喋らせてやるよ。コレクションか何か作ってるの？
たぞ。片付いたようだな。やった。素晴らしい。やった。骨董品集めか？鍵が必要よ。
ねえ、手助けには感謝する。だがここで何をしている？警察署の証拠端末を見たいと思っていたの。証拠端末を知っているのか？お前のような民間人がなぜそんな情報を。この近くの居住地から来たのか？それは全部必要な質問なの？あいつらとの戦いに手を貸してやったことに変わりはないでしょ？もっともな指摘だ。もし不審者に見えるとしたら、それはここでの任務が困難だからだ。連邦に到着した時から常に攻撃を受けてきた。これからも協力を続けたいというのなら、ぜひ味方として戦ってほしい。それは場合によるわ。いくら払う？おい、他の誰かの殺人ロボットになった覚えはないぞ。傭兵というわけか。よくあることだ。よし、まず仕事ぶりを見せてもらってから金を払っていいか考えよう。 BOS のパラディンダンスだ。向こうにいるのはスクライブヘイレンとナイトリースだ。ボストン国際空港にいる船に救難コールを送ろうとしているが、信号が弱くて届かないんだ。もしよろしければ続けろ、ヘイレン。警察署の屋根の上にあるラジオ塔を修理したんだけど、十分ではなかったかもしれない。何か信号を強めるものが必要です。目標はアークジェットシステム。そこに必要なテクノロジーがある。ディープレンジ送信機だ。施設に潜入し、送信機を手に入れてここへ持ち帰る。どうする？ BOS に手を貸すか？ぐずぐずしている暇はない。行くわよ。素晴らしい。エレン、リースを中へ連れて行って傷口を縫ってやれ。はい。リース、良くなったらお前には境界線の安全を守ってもらいたい。わかりました。よろしい。ではお前の価値を見せてもらおう。警察署に向かい物資を補給して、始める準備ができたら知らせろ。証拠端末には自由にアクセスしていい。施設後方の記録室にある。さあ行くぞ。いいかい、大男さん。行くよ。わかったわかった、今行くよ。入った。この評価については意見が分かれたんだろうな。なんで死なないんだ。やらさないと。遊ぶか。もう死ななきゃならないってこともないだろう。コンプを手に入れるって手もあるな。Let's go.
れているなと思った矢先だ。自分が強いと思うか？さあ。くそ、見失った。ね、どんな計画だ？あれを調べに行って。そういうことはしないんだ。調べて。それができればな。怖いのか？よくないな。おい、もう終わった。どっか行ったから安心しろ。リラックスできる状態になったら。リラックスする。分かったか？分かった、分かった。まったあんたが運んでくれりゃ。少なくともマイアラークが家を痛めつけることはもうなさそうだ。何か必要なものが。それで何か持ってきてくれたのか？年取ったグールのテープをポケットいっぱいに持ってきてくれたのか？やっと全部集まった。はい。冗談はやめてくれ。さて、これは本当に紛れもない探偵の仕事だ。これはゴミより古いけど、エディが触った跡があちこちについてる。本物だな。で、これにはまだ暗証番号の一部が隠されてるわけだ。古いプロセッサーで見てみよう。よし、19537284046。あの年取った悪党はアンドリュー駅に閉じこもってる。さあ、エディ・ウィンターを倒しに行こう。エディを待たせないように。こいつよりは賢い。遊ぶか。え？わかった。うまくやって入れているなと思った矢先だ。
ちもすっ気づくな。一日中に誰もいないとは思う。それだけ。1953728406。なんだ？そこにいるのは誰だ？てめえら一体何者だ？誰？そっちこそ誰よ？エディ・ウィンターだ。てめえはうちのバンカーにいるんだ。一体どうやって？いや、ありえない。こんなに時間が経ったのに、本当にあの暗証番号を解いちまったっていうのか？ホロテープの。おい、まだたったの、何？ 200 年？さて、何が見つかると思っていたのか知らないが、金か、宝石か、宇宙の秘密か。だが見つけたのは一人の男だったわけだ。グールってやつだな。ただ生きてる。生き延びてる。だが、自分のものは渡さないぞ。暗証番号は。冗談だ。警察がどれだけバカか証明したかっただけだ。本当にバカだって分かった。さあ、よそへ行きやがれ。目的を遂げるまでどこにも行かない。ほう、そりゃなんだ。それにてめえは誰だ、おい。何か知ってるような気がするな。だが、てめえはなんだ。ロボットか何かか？今は外の世界はこんなになってるのか。ロボットが支配する世界？そうなると思ってたぜ。名前はバレンタイン。ニック・バレンタインだ。覚えているか？バレンタイン？警察官か？てめえがそうだって言うのか？残念だが、てめえはニック・バレンタインじゃないぞ。ただの機械だ。フィアンセを殺しただろう。ジェニファー・ランズ。お前でもやり遂げられない犯罪があるんだ、ウィンター。フィアンセ？バレンタインのフィアンセのことか。可愛い子だった。あんなことになるなんて残念だ。だがてめえ、本物のバレンタインを知っているのか？やつならチャンスがあれば手を引いただろう。だがなんだ、ロボット男、どうして気にする？娘が200年前に殺され、てめえがうちに入り込んできてタフな男を演じたりして、
クソ、自分自身を見てみろ。生きてさえいないだろう。なら同じような間違いをしていると思うがな。倒ここでやることは終わったけど、やらなきゃいけないことがもう一つある。一緒に来たければ来てもいいが。ここだ。この場所で200年前エディの手下の一人がジェニー・ランツの背中に銃弾を撃ち込んだ。もうエディは死んだ。ジェニーやニックと同じように。それで途方に暮れている。ニック、分かっているのはあんたがいなかったらエディはまだのさばっていたということだけだ。力になれて嬉しい。あなたにとっては大事なことなんでしょうね。あんたには半分も分かっちゃいないよ。ウィンターは元のニック・バレンタインを思い出せる最後の名残だったんだ。俺が昔生きていた警官を機械的にコピーしたものだということを示す最後の証拠だった。インスティチュートの保存記録はだいぶ前に紛失しているんでね、どう感じていいのかよく分からないでいる。あなたは何を期待していたの？これで状況がマシになると思ったんだ。でもそんな簡単な話ではなかった。自分があのニック・バレンタインだったからだ。彼の不安も希望も記憶全てを抱えていた。神経伝達なんとかを取りにケンブリッジの実験室に行けと電話を受けたことも覚えている。自分の家族も家も人生も全て失い、ゴミの山にいたことも覚えている。全て俺自身が経験したことではない。俺の全てはニックのものだった。あの古い世界を思い出させる最後の人物。ウィンターさえ消えたら俺はついに自由になれると思ったんだ。でもここであんたと一緒にいてやっと気づいた。ウィンターを倒すのはニックとは無関係だった。ジェニーやあんたや俺とも関係なかった。正義に関わる問題だったんだ。正しいことをする。俺たちが行ったのはいいことだった。善行を成したんだ。俺たちだけで。たとえこの世界で自分のものだ、ニックでもインスティチュートでもなく俺自身のものだと胸を張って言えるのなら死んでも悔いはない。あんたがいなかったら実現できなかった。なんて俺を言っていいかわからないよ。礼には及ばないわ、ニック。お互い友人なのよ。友人ならすることをしたまでよ。あんたはどこまでも気高いんだな。よせよ。ここいらで立ち尽くしている人を助けているわけじゃないんだから。つまりまだ一緒に旅をしたいと思っているのか。これ以降は別々に行動したいなら責めたりはしない。もちろん行きましょう。よかった。さあここから出よう。